チャンネル、これから始めていきます。どうぞお付き合いください。今日は、本当はこのパソコンについているカメラの上にいつもつけているロジクールのカメラがあるんですけれども、これは割と映像がいいんですね。なので、この普通のパソコンのカメラの上にいつも別でつけてやってるんですけども、なんと今日はご機嫌が斜めなようで出てきてくれません。なので何度かチャレンジをしたんですけれども、今日はパソコンくんのカメラでいきたいと思います。どうぞお付き合いくださいね。はい。梅チャンネルは私、松原美里が日々保育者向けの講座をやったり、自分でそういう講座を主催したり、あとは保育園の相談にお邪魔をしていろいろお話を聞く中で園内の調整をさせていただいたりっていうことをしてるんですけれども、そういう中でその時出会ってその後なかなかお話をする機会がない先生たちもたくさんいるんですね。でもその後の皆さんがどんなふうにやっていけてるのか、ぜひ私も聞きたいですし、何かお力になれることはないかなということで、フォローアップの仕組みを作りたいなというふうに去年ぐらいから思っていたんですね。で、それをある人に相談をしたときに、じゃあ梅チャンネル始めたらいいじゃないっていうことでアドバイスをいただきまして、梅チャンネルという形で毎週水曜日の夜7時から8時でこのようにユーストリームで配信をしております。はい、ぜひお付き合いいただいて、日頃の保育に思いを馳せたり、また保育以外の、例えば普通のお仕事されている方、全然違う生活をされている方も、身近な人との対話だったり、身近な人とのコミュニケーション、付き合い方、向き合い方というところで、人と人っていうところにアンテナを立てて一緒に考えていく時間になれば嬉しいなというふうに思っています。どうぞお付き合いくださいね。はい。で、毎回様々なテーマで展開をしております梅チャンネル。実は先週は旅行に行っていたイタリアのローマから、ね、ローマのスペイン広場から放送したんですけれどもね。どうでした？ご覧になられました？実は人がすごくたくさんいたので、あんまり大きな声を出すわけでもいかなくてですね、カメラに向かって届くようにお話をしたんですけれども、あんまり声が大きくなかったかもしれないです。ただ、スペイン広場の雰囲気は伝わったかなと思います。はい。で、今日はですね、テーマは、保育の中の対話、ダイアローグというところでお話をしていきたいなというふうに思います。はい。保育の中の対話って、どんなものを思い浮かべますか？例えば、子供たちが生活をしていて、で、例えば、先生たちがね、保育をサポートしていたり、保育の枠組みを作って、子供たちが伸び伸びと成長していけるような、そういう場作りを日々していると思うんですね。で、そういう中で、どういう対話があるのかっていうと、例えば、先生と子供との対話。例えば、先生と先生同士の対話。これ、そうですね。先生同士の対話っていうところで言うと、例えば一緒に保育をやっていく中での準備のお話だったり、どんな風にイベントを作っていくのかっていう行事の打ち合わせのお話だったり、あとは職員同士のそういう今後の縁をどうしていくのかっていうところを考えていくような職員会議の場だったりもするかもしれませんよね。また先輩と自分が向き合ってちょっとお話をするときも、ここに対話があり、輪ができるわけです。で、また、自分と園長先生、ちょっと立場が上の先生とのやりとりというところでも、ここでも対話というのがあるわけなんですけれども、これ対話っていうのと、お話をする、お話を聞く、あるいは会話をする、ちょっと違うの、わかります？一体何が違うんでしょう？私自身もこの対話っていうことを意識するようになったのは、実は一回保育の現場を辞めた後なんですよ。それは保育園に勤めてる時の
こう会話っていうと、先輩のね、やっぱりこう言うことを一旦受け止めて、はい、わかりましたって言って自分がやっていくとか、あるいは園長先生のお話を自分が聞いて、で、わかりましたって言ったり、納得いきませんって言って、私はよく食い下がったりもしてましたけれども、まあ、そうやってお話をする。これはお話をする。お話を聞く。指導を受ける。で、意見を述べる。っていうような関係性がほとんどだったんですね。あとはまあ会議の中でのやりとりと言ってもですね、結構保育園の会議って、園長先生とか、ちょっとこう権力のある先生が何かを話して、それを誰かが聞いてるみたいな。聞いてるんですけども、意見はあるかとか、何か言いたいことはないかとか、新しい考えはないかっていうふうに聞くんですけども、聞くんですけど、本当の意味で期待をしてるのかっていうと、なんかちょっとこう違う感じなんですね。シーンってなったりして、いつも声が大きい人ね、この人の意見は通るよねっていう人が何かを話して、おー、いいんじゃないか、じゃあそれでいこうか、他の人はどうなんだとか言いながら、他の人はなんかこううつむいてあんまり言わなくて、言えないなみたいな、そういう場になってしまっていて、結果的に、なんだ、参加してるだけだねっていうような感じの会議が割と多いのかなというふうに思います。いろんなお話を聞くとですよ。はい。で、一方で、そうですね、まあ、児童養護になってからの会議では、子どものケース検討は結構多かったので、どういう子どもが入ってきて、そこにケースワーカーと担当の職員とで 3年計画、5年計画っていうところで、こういう予定を立てましたと、報告をして、みんなに関わり方を共有をしていくっていう情報共有の場が職員会議だったり、そこにまあ意見交換は出てくるんですけれども、どちらかというと意見交換、情報集約の場というのがほとんどだったように感じます。で、私がその対話というものを意識をするようになったのは何かというと、コーチングの関係性の仲間がいろいろできる中で、対話とか、有理論とか、そういうお話がちょこちょこ出てきて、で、有理論、出現する未来っていう本があって、その時は読んでも全然わかんなかったんですけれども、語り合って、本質を見極めて、変化に気がついて、受け入れていく中で、そこを打つと変化が起こっていくよっていう、そういうお話だったんですね。で、そうなんだというふうに思いながらも、その時は私はそのままよく分かんなかったんですよ。で、語り合いとか対話っていうものに直接自分が触れることになったのは、イマジン横浜っていう横浜の150周年のイベントがあってですね、これもう1000人でワールドカフェという語り合いをやる中で、横浜市のシビックプライド、市民の誇りを育み、ブランドのロゴを決めていきましょうっていう、そういう大きな1年間かけてやっていくようなイベントだったんですね。で、そこにコーチングの勉強仲間がですね、ファシリテーションの学校に行っていた関係で関わりを持っていて、で、私たち都築青葉コーチングクラブも、じゃあここに出ませんかということで、あ、じゃあ出てみようかって言って私たち少しずつ参加するようになって、で、やるんだったら、じゃあただ参加するだけじゃなくて、場作りをする側として、私たちがファシリテーションをする側で、市民を招いていろんな人と町の魅力を語り合うような場作りをしようじゃないかということで、ファシリテーション、ワールドカフェのファシリテーションにチャレンジをしていったんですね。ワールドカフェって何なのか聞いたことあります？やったことあります？やったことあると結構やみつきになってしまうほど面白いんですけれどもね。何かというと、いろんな人が市民としてそこにもいたわけですね。例えば、子供もいれば、中学生もいれば、高校生もいれば、大学生もいれば、また社会人もいれば、かなりお年を召した方もいれば、っていう形で、いろんな人、老若男女がいて、で、様々な背景を持っていたり、思いを持っていたりするんですけれども、一人一人は特別な一人であって、誰かがじゃあ肩書きがすごくあるからスペシャルですよっていうことではない。それぞれが持っている考え方や体験や
気づきに意味があるよっていうことで、それらを出し合って5人から4、5人のグループをたくさん作るんですよね。で、作ってそのグループの中でみんな対等ですよって、年齢とか関係なくお互いを尊重し合いましょうねって、でまた気づきを共有する中でそこで感じたことを大事にしていきましょうね。どんどんそこに新たな考えや気づきを乗せていく中で、みんなの気づきを大切にしていきましょうねっていうような形で語り合いをする、そういうワールドカフェというイベントでした。で、ここで私はこの結論を出すとか、なんかこうここで何かを変えなくてはいけないとか、そういうことではない、ただそれぞれが語っていく中で生まれてくるこの未来といいますかね、気づきといいますか、いろんなこの化学反応の大きな渦、これの魅力というか力にですね、すごく魅せられたんですね。誰一人としてそこに来て変わらなかった人はいない。なんというか、一人一人がそこに加わることによって気づきを得て変化していくんですね。結論を出したり変えようとするわけじゃないのに、気づくと変わっているんですよ。それまでこういうふうに聞いていた人が、へーっていい表情になってきたり、それってどういうことなのっていうふうに前のめりになってきたり、それまでは自分の考えじゃなかったものを受け入れてみたり、受け入れるとまた世界が広がっていくんですね。そういうことを繰り返す中で、例えば20分とか話をした後に席替えをしていくんです。で、またどんどんいろんな人と出会って語り合って、また出会っていく、その繰り返しの中で自分自身がすごくこう短い時間の中で化学反応を起こして変化していくっていう体験をしたわけなんですね。で、これは面白いっていうふうに初めて、この語り合いっていうこと、どっちかっていうと私箸を握ってみんなに振るか、無理やりまとめるか、自分が喋りまくるかっていうような、そうちょっと威圧的なタイプの行動を取りがちな人間だったんですね。で、それが無理にそれしなくていいんだ、逆に私がそれをすると場を乱してしまうんだっていうことに初めてそこで気がついて、そしてそんな自分を出して横に置くっていう体験をし始めたんですね。つまり客観的に自分をコントロールできるようになったっていうことですかね。それができるようになった時に、すごくその 場には力があるっていうことに気がついたんです。人が集まると場が生まれて、場の中でもう新しい生き物がそこで生まれて成長していくように、希望が育まれていく、このね、面白さに魅せられてですね、イマジン横浜でワークショップを3回やった後に、他のグループがやってるワールドカフェにも参加して、外国人との交流グループのねところにも入れてもらって、でそこでは実際に語り合う中でご縁をいただいて、米国国務省の日本語大使館の日本語勉強をするところのね館長さんと仲良くなって、その方から私は保育園の施設長のお役目をいただいたわけなんですね。あ、その方を伝って岩谷学園の理事長先生とご縁をいただいて、そこからご縁始まったわけなんですよ。施設長っていうお役目をいただけるようになったっていう。でも今思うと、やっぱりこれは肩書きとか年齢とか自分の周りについてるものではなく、人と人として出会って向き合ってつながったからこそ生まれた絆、そこから生まれていく無限の可能性なんじゃないだろうかっていう気がしています。はい。で、なぜこのお話をするのかっていうとですね、保育の中、お仕事をしている中、私たち立場っていうものがありませんか。例えば先生と子供だと、なんとなく先生は分かっていなきゃいけないとか、先生が時間を握って子どもたちを誘導しなければいけないとか、先生がある程度のものを握って子どもに関わらなきゃいけないとか、先生の方が分かってなくてはいけないとか、なんとなく
こう気持ちちょっと優位に立たないといけないような、優位じゃないですけど、ちょっとこう先を行ってないといけないような感覚になるんじゃないかなって思うんです。いかがです？もちろん子どもたちと一緒になって、私たち何にも準備しないで保育をするっていうのはプロのお仕事ではないので、もちろん作り込みや準備はするんですよ。けれどもした上で一旦手放して、人と人として向き合うっていうことが必要な場面ってありませんか？例えば子どもが喧嘩をしているとき、例えば子ども同士でとても言い合いをしていて、なかなかそれがこうどっちもどっちで聞けなくなっていたり、どっちにも言い分があるし、何が正しいのか、どう関わったらいいのかわからないときってありませんか？これよく私あったんですけれども、そういうときに昔の私は、でどっちがどうなのよって、どっちが先に手出したのって、ってことはあなただよねっていうふうに、どっちかっていうと裁くような、なんかこう整理するつもりが、割となんかこう自分が上から目線で関わりを持っていたところがあったような気がします。でそれをすると子供はどういう気持ちになるのかっていうと、もしあなたが子供だったらどんな気持ちになります？気持ちがあって言い争いになっちゃって、でも思いがあるからぶつかってるのに、後から来た先生になんか裁かれてしまう。あなたのせいでしょとか、あなたが先に手出したからでしょ、違うよ、こっちにも理由があるんだよって思いません？多分私だったら思いますね。でもそういうことを私もしちゃっていたわけなんですよ。で、あーっていうふうに思ってですね、その語り合いっていうのを体験した後に私がするようになったのは、でどう思うって、もちろんその前段階としてコーチングっていう問いかけだったり、そういう相手の中に答えがありますよっていうのは私自身は学んではいたんですよ。学んで資格も取っていましたし、セッションの中ではできていたんですよ。けれどもコーチングと日常生活ってちょっと違うところがありましてね、コーチングのセッションはクライアントとコーチがコミットメントするんです。話しますよ、向き合いますよって、コミットメントがあった上での対話なので、それまた日常とは違うんですよ。日常はっていうと、ふわっとそこに集まった人同士で話が始まったりするわけで、あんた向き合う気あるのっていきなり問われても困りますよね。でそういう時にふっとこう対話の語り合いのご座をふわっと引いてあげるようなイメージなんですね。例えば、じゃあね、あなたはこういうふうな気持ちでいるのね、じゃあ何ちゃんこういうふうに思ってるのねって、でどうなんだろうねって、どっちにも気持ちがあるし、でもなんかどっちもちょっと思うようにねいかない感じでもどかしいよねって、どう思うって、もうそこで問いかけながら場を見ていくわけです。客観的に聞いてると、例えば私梅ちゃんって言って今仲良し保育園で関わってるんですけどね、梅ちゃんはなんかこれも感じ悪いと思うし、あなたの言ってるこれもちょっとどうかなって思うところもあるけどねって、どう思う？そうすると本人たちが話し始める場合もあるんですけど、でもさーとか言って、でも意外と周りの子たちが聞いてるわけですよね。でそうするとでもさーって周りから賛成してくれたりするわけですよ。なになにちゃん最初にこんなこと言ってなかったっけ、私見てたけどあなたがやったあれが良くなかったと思うな、とかいうふうにいろんな人が声を出してくれるようになるんですよ。つまりこの当事者と私っていうところの場から場を開いた時に、おそらく周りにいる子どもたちにもその対話の座布団、御座がですね、開かれている状態で、そうすると、ああなるほどねって、こういう意見もあるよねって、ここは梅ちゃん見てなかったから分かんないねって、え、なになちゃんそう思うの？って、もうじゃあそれ聞いてあなたどう思った？っていうふうに、こうサッカーボールをねパスして歩くみたいに、みんなでこうパスを回しながら、こういう時はどうしたらいいのかねとか言ってね考えていくと、だんだん見えてくるものがあったりするわけですね。それでもやっぱり意固地になっちゃう場合ってありますし、子供もまだ感情の折り合いをつけていくっていう、その折り合いをつける力を身につけていく過程にいるので、そうは言ってもうーんってなっちゃう場合もあるんですけどね、それはそれでその子の課題として
受け止めて成長していくのを見守っていくんですが、保育の中でも日常的にそういう対話って実は割と役立ちますよね。でまた職員間でもそうなんですけれども、職員間って例えば同期で一緒に入った仲間であれば割と対等に話がしやすかったりします。それまでに一緒にやってきた道のりだったり、体験してきた共通の体験があったり、助け合いがあったりするので、どう思う、いや私はこうだと思うけどねって言えるわけですね。けれども例えば同期なんですけども、片方は25歳で入ってきましたと、25歳で例えば中途で入ってきましたと、で片方はずっと生え抜きでやってきた、生え抜きでやってきた人ですよと。でまたこれ同期って言い方も どの段階から同期かっていうのもあるんですけどね。またもう一人は例えば40歳過ぎて一旦子育てを終えてから復職した人で、その復職した時にこの25歳の人や生え抜きの人と同じ同期だったとしますよね。でそうすると微妙に立ち位置が違うの分かります。例えば年齢がちょっと違う、年齢が違うとタメ口でねお話しされるとやっぱりムッとくるものありますよね。なのでできればやっぱり年上の方には敬語を使った方がいいんじゃないかなっていうことで私は思ってるんですけれども、例えばじゃあ同じ年齢で25歳だからといってずっと生え抜きで19歳ぐらいから19、20、21、22、23、24、25歳で7年目になっている人と、中途で入ってきた3年目の人が同じ年だとしてもこれ同期ではなかったりしますよね。やっぱり同じ年でも先輩なので敬いますし、またこの3年目は3年目でも25歳の人と、さっきお話ししましたように40歳超えてから戻ってきた復職したそういう方とも微妙に同期とはいえ立場が違うので、どう思いますかってお話を振って、もちろん話がしやすい時もあるんですけども、ちょっとこうなんか言いにくいなというところもあったり、はたまたこうお互いにプライドを、ね、傷つけてしまったりして気まずくなる時もあって、そうなると人って当たり障りのない話をします。当たり障りのないレベル感でしか話がしなくなるんですね。当たり障りがあるようなレベルまで踏み込むとその後気まずいんですよ。なのでそうならないレベル感で、当たり障りのない話ってことはどうでもいい話ってことですよ。雑談、今日何やったよ、これやったよとか、あとは子供の可愛いエピソードとかはね、いっぱい話せると思うのでこの辺もたくさん話しておいた方がいいんですが、本当の意味での子供への処遇のことだったり、あとは例えばこっちの先生がちょっと言葉がきついとしますよね。若さを持て余していて気持ちをぶつけてしまう、でちょっとこのクラスの子供との関係性が気になるなと思っているけれども、同期だとしてもなんとなくそれは踏み込んでいいのかどうなのか本人に注意がしにくいっていうのありませんか。これよく聞く話なんですよね。どっちが上かとかではなくてですね、その人の心の金銭に触れてしまうであろう部分に踏み込むことに関してはみんなちょっとこうノー、あちょっとそれはあそこはちょっと関係したくないかなって、あノータッチでお願いしますっていう形で急に距離を取るような人がねいたりやっぱりするんですけれども、これあなたの関わりはっていうふうに直接こう指摘するような形になるとやりにくいんですね。これやっぱり批判になりますし、された方はカチンときますし傷つきますし、プライドもねやっぱりこう傷ついたり折れてしまったりすることがあるので、あなたはとか、ね、そういうことではなくて、こういう時も対話っていうのがおすすめなんですよ。どんな立場であっても、この子のね最近行動を見てるとどんな関わりがいいのかなって私すごく悩んでるんですよねって、例えば赤ちゃん帰りをねしている子供がいるとしますよね。第2子第3子が生まれて、第2子までは割と朗らかにお兄ちゃんぶりを発揮していたけれども、第3子が生まれた時に
お母さんが完全に第三子の方、赤ちゃんの方に付きっきりになってしまう中で、これまでちょっとこう我慢していたお兄ちゃん心がふわーってなってしまって、ちょっとだいぶこうブラックな感じで、なんだよとか言ってね、強い形で声を出してしまったり、暴言や暴力とかが目立ってしまうような、そういうような形で出てきてしまうことってありますよね。で、そういう時にこうやっぱりわかるんですけども、子どもの気持ちは、大人の気持ちっていうのもやっぱありましてね、保育者としても一生懸命向き合うほどにこうぶつかってしまう人もいたり、あとは距離をとって見守りながら寄り添うっていう人もいれば、こう一緒にね、こう何かをしながらこの子に寄り添うっていうスタンスを取る人もいたり、結構これは様々なんですけれども、何が答えかっていうのは答えはないんですよ。実はその人とその子供との関係性によっても今のベストなものっていうの変わってきますし、その人の働きかけによって子供の反応も変わってくるので、いい悪いのお話では多分ないんですね。ただもしかすると他にもやり方があるかもしれませんよっていうような、ちょっともったいない関わりをしている人も中にはいます。なのでそういう時にみんなで共有をするといいんですね。サトルくんねって、今ちょっとこういう行動目立ってますよねって、私の時こういうことがあったんですけど先生の時はどうですかとか、どんなふうに関わってあげると彼は一番満たされるんでしょうねって、そんなふうにベストな行動とかベストなやり取りっていうのを模索していくっていうところの対話をね、一緒に始めてみる。何でしょうねって、どんな気持ちがあるんでしょうね内側にって、いやきっとこんな気持ちなんじゃないですかね、あどうなんでしょうね、他にもあるんですかね、私の時はこうでしたよ、あ他の子の時はこんなことありましたよ、なるほどね、じゃあそういう時ね、いろんな気持ちあると思うんですけど、どうやって関わっていくのがいいんでしょうねって、例えばガチでぶつかってしまう先生がいる時に、周りの先生はね、どうやって関わってあげるのがいいんですかね、ぶつかっちゃう時ってありますからねとか、じゃあまあぶつかっちゃう時があったら、ちょっとあえてクールダウンを変わってみてね、先生大丈夫ですよとか言ってちょっと外れてもらって、ここでクールダウンをねお互いにしてみるとか、で落ち着いた後で話をしてもらえるようにサポートし合ってもいいのかもしれないよねとか、まあ、そんな風にちょこちょことこう子どもの対応についても、いろんなこう立ち位置を考え、関係立ち位置っていうものが背景にはあるんですけれども、そこを気にせずに語り合えるっていう、これも大事なところかなというふうに思います。はい、あとは例えば、そうですね、携帯電話の使い方とか、先輩が後輩に指導を入れたい時ありますよね。で、こういう時も、例えば職員会議の時に携帯をちょこちょこ見てメールを打ってる人がいるとします。まあ、ありえないですよ。ありえないですけども、ちょっと聞いたお話です。はい、で、そこーとか言って、携帯は職員会議の時は使わないのよとか言って指摘をするのも一つなんですけれども、ここであえて対話に持っていくっていうのも一つの手なんですよ。何かっていうと、指摘をするとその時指摘した方は教えてあげたって思うんですよ。ちょっと心はね痛いですけれども、言ったって思うわけですよ。けれども言われた方はどんな気持ちになります？はぁ、言われちゃった、あんな人の前で言わなくてもいいのにとかいうふうにですね、ちょっと悪態ついちゃったりするわけですよ、ね、そうするとせっかく善意で言ってるのに、なんかその後関係性が気まずくなっちゃったり、またあの先生だよとかっていうふうに眼鏡をかけて見られたりしてしまうと、その後の保育に支障をきたすわけです。もったいないですよね。なのでそういうことを、ね、そういう選択肢もあるんですけども、例えば携帯の使い方のマナーってどうなんだろうねっていうので、職員会議でみんなで話してみてもいいわけですよ。でその時に、職員会議もそうですし、事務所でみんながね、こう休憩してる時に、携帯電話さ、みんな今いろんなところで使ってるけどって、使っていい場所と悪い場所っていうのもあるのかなって最近感じてるんだよねって、他の先生どう思います？とか言って、先生はどう思う？どう思う？とか言って振ってくんですね。そうすると、ああまあ確かにそうですよねって、使っていい場所悪い場所っていうところで言うと、まあ外とかね、保護者が見てないところとか
そういうところだったら外はいいかもしれないですよねとか、私でも休憩の時は結構事務所でも、事務所じゃないけど更衣室で使ってますかねとか、そうですよね、そういうのありますよねって。逆に NG ってどんな時だと思います？ NG か、保護者のいる前で使うのはやっぱ NG ですよね。そうですよね。あとは子供の前でとか、子供がいる時は保育中だから確かになしですよね。あとはちなみに職員会議ってありだと思います？とかっていうふうに、そこの場でちょっとこう御座広げた、おやつ広げたあたりでですね、みんながいろんなことを考えるきっかけの中でふっと上げていくといいですよ。例えば職員会議か、そうですよねって、でも私議事録 IC レコーダーで撮ってるかも、なるほどハイテクですねって、確かに IC レコーダーポチってやると声が取れるから議事録で書き残したところ、書き落としちゃったところ拾えますもんね。そう、でもあれ結構しんどいんですよ、聞き取れなくて、ですよねって。じゃあ IC レコーダーは会議のためだからいいとしますよね。で、メールとかはどう思います？メール、LINE とか職員会議の時にそれってどうなんですかね。ちょっと私気になってて、それ最近、なしでしょう、なしですかね。やっぱ緊急でも、緊急はでも基本的にはなしですよね。そうですよね。じゃあもし万が一使う時は緊急の時だけだよってことにして、それはみんなのなんとなくの暗黙の了解じゃないけども、ちょっとルールにしてもいいんですかねっていうふうな感じで、みんなで語り合う中でみんなで考えていくと、誰かが言ったとか誰かがこう決めたとかっていうふうに角が立たずに、みんなの知恵になっていくわけです。このみんなの知恵にしていくっていうのが語り合いとか対話っていうところの素晴らしい H なんですね。ダイアローグ、何なのかっていうと、人と人の間にあるもの、人と人をつなぐこの間にあるもののことをダイアローグっていうふうに言うんですって。ということは、人がそこにたくさんいたら、このたくさんの人をつなぐこの場に生まれるものがダイアローグであり、宝物であり、そこの人から生み出された H の産物なわけですよね。だからこそ、ぜひ気持ちよくいろんなことをね、対話しながら楽しんでみてほしいなって思うんです。で、この時にですね、例えばよくいただく質問の中で、職員会議で若い人にも話してもらおうと思って一生懸命話を振るんですけども、なんかね、休憩時間とかこそこそって言ってるから意見持ってるんだろうなと思って振るんですけども、でもいざ振ると、あって下向いちゃって言えないっていう人が結構多いんですよね。って言っていいのよって言っても言ってくれないですし、じゃあ私らがベテラン勢がね、こう静かにしていれば喋るのかと思って、ちょっとなるべく引くようにしてるんですよ。でもそれでも喋らないんですよね。何なんですかね？意見持ってないんですかね？っていうふうな、ね、質問をいただくことがあります。で、ちなみに、意見を持ってない人っていうのはいないと思います。いいと思うとか、ふーんとか、なんか、いや、それは違うだろうとか、人って何らかんだ感じてると思います。ただ、考えなくてもいいなっていうふうに思ってる人はスルーするような状態になっているので、考えるスイッチを押してあげることは必要ですよね。どう思いますか？どう思いますか？って振っていく。で、私に聞かれてるんだっていうふうに自分で気がつく。で、そこから何だろう、今何答えるんだったかなっていうふうに考えるスイッチのことですね。で、あとは、考えるっていうスイッチを押すのと同時に、発言しやすい空気感を作ってあげるっていうことも大事ですね。何かというと、基本的にやっぱり園の中で、職場の中で、家庭の中で一番力が強い人が発言権が強いです、ね、例えばお父さんが亭主関白なお家ではお父さんの発言権が大きいですよね。例えば、
カカア天下なお家ではお母さんの意見が強いと思います。で、お父さんもお母さんも子供にメロメロな場合は子供の一言に弱いかもしれません。で、職場で言うと先輩と後輩がいて、で、先輩が何かこうやっぱりこれまで培ってきたものだったり体験だったりいろんな気づきを持ってるっていうのはみんな分かっているので、すでにもう園の中で園長先生やベテランの先生っていうのは精神的にランクの高い存在なんです。なのでランクの高い存在と新人というまだちょっとこう始まったばっかりのランクのね人っていうところと同じように意見言いなさいっていうふうに言われても言えるわけがない。これだけ差がありますからね。この差を埋められるようなハードルを下げてあげるしかないんですよ。もちろん元気いっぱいで意見はいはいって言える人もいるわけでね、そういう人の場合はもうどんどん言ってもらって先輩たちもどんどん引き上げてあげてどんどん花咲かせていけばいいと思うんですけれども、今回の場合はそうじゃない場合です。よく意見言ってるでしょ、なんて言わないのよっていうふうにね、ちょっとこう怖くなってくる主任の先生とかね、ごく稀にいらっしゃるんですけども、いや、あなたそもそもその、ね、意見を言う存在感の強さってところでランクが高い上にご利用しされたら迫力ありすぎて言えないわよっていうことです。迫力ありすぎますよね。はい。なので、例えばここでちょっと場を和ませるとかね、あとちょっとギャグ言ってみたりとか、まあ、ギャグは滑った方がいいです、むしろ。受けるギャグを言おうと思わないでください。何かっていうと、このシーンとした凍った空気の中にふっと風をね入れるってことです。空気が動くようにアイスブレイクをするとかって言い方もありますけども、でよくアイスブレイクになるようなゲームを教えてくださいとかって言うんですけども、もちろんゲームもいいんですよ。でもゲームってね結構ネタ尽きるんですね。なので別に無理にゲームしなくてもいいんですよ。で、例えばその話してほしい議題に関しての自分なりの考えとか、あとはまあ自分がむしろランクが高い方がやってほしいことは失敗談を話すってことなんです。いや、実は私もこのね話題については昔こんな失敗談がありましてね、って良かれと思って根回しをしたのに実は迷惑でクレーム来ちゃったってことがあったんですよ。なのでそういうのもひっくるめて今のやり方を見直したいなって思ってるので、よかったらね若い皆さんからも意見もらえませんかとか、できればくだらない内容でも全然むしろ嬉しいので、って発言してくれると嬉しいので、って発言が嬉しいんだっていうこと、発言すると場に貢献してるんだっていうことをまずその参加者一人一人が感じられるような場作りをしていただけるといいですね。はい。で、なんかちょっとこう振った時にいきなりね声を出すって結構難しいんですよ。なのでハードルを下げるっていうところで言うと、まずね内省する時間を取ってあげるといいですね。まあ、ちょっとこう考えをまとめられるような時間で、最初は少人数で2人隣同士で話をしてもらうとか、そうやって場が和んでくるとね、人って息を吐くと場が和むそうです。なので息を吐いて場が和んで、そのぐらいの時になんか楽しそうに話してましたねって、じゃあその2人はどんなお話出てましたか聞かせてくださいとか、そうやってどんどん振っていくと話って出てきやすくなりますし、そうするといろんなグループの話を聞いた後にこの場の中にいろんな声が上がってきてることに気がつくはずです。ああそうなんですねって、競技に関してはこれもいいっていう意見と、あとこういう反対があったからここはどうかと思うっていうのと、あと時間のことと、あとはこれまでの経緯でこういう事故があったから気になってるって声と、で変えたいって意見と変えなくてもいいって意見とね、両方あるわけですよね。でここでもう一個ね、クエスチョンナンバー2でいただいた質問にお答えしますコーナーなんですけれども、いろんな意見が出てきましたと、それは嬉しいけれどもどこに旗を立てたらいいのかわからない、どこが一番正しいことなのかなかなか読み取れないっていう人がいます。はい。まあ、確かにみんながみんな自分の意見言い始めて、でいっぱい喋ってくれるとそれだけいろんな角度から
答えが出てくるわけですよ。で、あ、どうしよう、私がまとめなくちゃいけないって思った瞬間に、矢印はどこに向きますか？矢印は議題の方から自分に矢印が向いちゃう。こうすると主役は誰になりますか？まとめる私になりません？まとめる私が主役なんでしょうか？何が主役で何がメインでしたか？っていうと、まとめることではなくて、この場の中でのいろんな声を尊重していくっていう対話、この場が大事なんです。なんで場が大事かっていうと、こういう意見もこういう意見もあったねっていうのを全部出すと。あ、もっと言ってしまえば、今日はここに出てこなかったけど、こんな声もあったよねとか、あとは言えないけど、私はこう思ってるっていうのも、こういう空気感の中から伝わってきてますよとか、いうふうに声にならない声も出していく。で、そうすると、みんなでこのいろんな声のシステムを共有したときに、初めて多面体の真実が現れてくるんですよ。ああ、なるほどねって、多面体だよね、物事って。いろんな視点があって誰が正しいとかじゃないよねって。そうするとみんなちょっとそれまで自分の視点に執着していたり、絶対こうだと思うとか、いろんなことを考えてたところから、みんなの意見に目が向くようになります。そうするとつまり、自分の意見への執着がなくなるんです。自分への執着がなくなった時に、初めてこの中での本当の声が浮かび上がってきます。ここでみんなに問いかけるんですね。じゃあ、何が一番大事なんでしょう？ここにいろんな声出してくれましたよね。じゃあ、本当に大事なことって何なんでしょうね？っていうふうに、本質への問いかけをみんなにしていくんです。みんなで考えるんです、ここで。そうすると、シーンとなるんですね、多分最初。シーンってなって、何だろう、何が大事なんだろう、ちょっと悩むと思います。これでも無理しなくていいんですよ。無理に答えを出さずに、何だろうねって。声にならない声の中から、大事な声が浮かび上がってくるまで一緒に眺めてみたらいいですね。で、そうすると、ああ、そうか。つまりこれは、変わるもの変わらないものはあるけれども、伝統と新しさってことなんじゃないですかね、とか。こんな風に、伝統と新しさっていうところの視点から捉えていくと、私たち今年はどんな競技をやっていったらいいんでしょう。って言って、この核心に当たる部分をギュッと掴んで、ここにもう一回持ってきてあげるんです。そうすると、ここからいくつかいろんな声が出てくると思うんですけども、どう思いますか？どう思いますか？って振ってきますよ。でも、この伝統と新しさっていうこの声は、みんなの声なので、ここから出てきたいろんな選択肢は選択肢に過ぎないわけです。大事なのは、みんなの声を集約したそこから生まれてくるものと歩みを作るということです。これが対話、ダイアログの面白さであり、そのためには客観的にそれ起こっていることを見るっていう力が必要になります。深いですね。で、またですね、ここで何かこう話をしていくときに気をつけたいのが、ファシリテーターとして関わる自分のあり方なんですよ。あ、時間ないのにな、まだこんなに話まだ手前でやってるなとかね。あとこう、いや、もうそんなことはいいから次の話題に行ってほしいなとか、そんな風にいろんなことを、もしもファシリテーターとして関わる方、例えば私もラブはワシリ語り合い会っていうのを7年前から主催をしてますけれども、それも私はファシリテーターなので、いろんなテーブルちょっとずつ回って様子を聞いたりはしますけれども、内容を変えるとか内容にずっぽり入るっていうことはしないんですね。やはりその人たちの力を引き出すっていうことにコミットしているからです。はい。で、そうであれば皆さんが園に戻って、何か
こういう語り合いの場をやるときには気をつけたいことが一個あるんです。使命感が強いあなただからこそ、もしかしたら強く出過ぎてしまう場合があるかもしれません。これは私の場合ですけどね。はい。で、その場合に言った後、場の雰囲気を見てください。ちょっと引いて。で、その雰囲気を言葉で伝えてあげてください。例えば、そうですね。ある人が、こう、なんかいろんなことを言いましたと。雰囲気。あ、そう。なんか言いましたと。で、言ったときに、その場がざわ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 っていうふうに、ちょっとどよめいたり、あるいはこう、ビクッとして下を向いたりとか、あとは、ワクワクして前に身を乗り出して聞いてきたとか、笑顔でうんうんっていうふうになったとか、ちょっとこう考えて、ふーんって思いを馳せてる感じがするとか。そしたらですね、その見て感じたその様子を言葉でフィードバックするといいんです。お、なんか今小難しい顔しましたねとか、あ、今なんか違うこと考えた感じでしたねとか、なんかこう、去年のことを考えていたのかしらとか、そんな風に本人が感じていること、そこに参加しているいろんな人の中でも、鍵になる様々な人がやった行動や反応を言葉にして返してあげる。これフィードバックっていうふうにコーチングの中では言うんですけれども、フィードバックをすることによって、パッと自分に気がつくメンバーさんもたくさんいます。ですので、自分が話をする、舵を取ると同時に、周りの人がどんな反応をしているのかに思いを馳せ、心を近づけていく努力をしていく、はい、このことが大切なんではないかなというふうに思います。はい、というわけでここまで梅チャンネル語り合いダイアローグというところでお話をしてきたんですけれども、そうですね、会議もそうですし、人と人とが集まると2人以上の中でこの場ができるわけです。で、場ができた時にせっかくなのでいろんな話題で対話をしてみてください。そうすると、仕事の中ではなかなか見えなかったかもしれない、その人の魅力や、その人の世界観や、人柄が見えてくるかもしれませんね。はい、そうすると、そこからまた一緒に足並みを揃えて保育をやっていくのが楽しみになっていったり、あるいは、何かこう、お互いに声をかけ合う中で、関係性が深まっていって、そして導き出された答えをもとに、さらにこの枠を広げていくようなチャレンジができるようになるかもしれません。そう考えるといろいろワクワクしますよね。はい。ぜひいろいろチャレンジをしてみてください。お友達同士、ご家族、そして職場、そして子供。みんなきっといいきっかけになるんじゃないかなというふうに思います。はい。そんなわけで今日は梅チャンネル。はい。お題が、保育の中の対話、ダイアローグということでお話をさせていただきました。はい。いかがだったでしょうか。もしかしたら身近なところから、明日からね、始められるものもあったかもしれません。まず一つずつ、ぜひね、チャレンジして、対話の面白さ、そこに生まれてくる世界を楽しむということを、子ども同士、私たちと子どもたち、そして同僚、そして身近な仲間、家族、みんなでしていけるといいですね。はい、今日はお付き合いいただき、どうもありがとうございました。それではまた来週水曜日に。おやすみなさい。